青井区両替町。2022年2月にオープンしたビルの奥にある麺どころ麺屋誠さん。カウンター8席のみの店内ですが、個性のあるラーメンと油そばを提供しています。基本の麺類は煮干しラーメン、油そば、旨辛油そばの3本柱。麺の量が多く、トッピングやドリンクもお手頃な気軽に立ち寄れる価格帯です。濃厚煮干しラーメン、セメントのように濁った灰色スープですが、混ざり気がないので逆に澄んで見えるかも。ハンライスは麺類を注文で無料、数量限定の細切れチャーシューもつけました。とろみは軽めでさらっとしていますが、煮干しの香りはガツンと、えぐみや苦みも混ざった煮干しそのもの感が強い極濃スープですね。固ゆででコリコリとした食感な麺は、噛むと甘みを感じる素材の風味が生きた仕上がり。スープにしっかり絡み、少しだけ煮干しもマイルドにバランスよく味わえます。厚めで脂身もある細切れチャーシューをハンライスにどさっと、煮干しニンニクを添えてチャーシュー丼に。塩気が効いて、そのままでおかずとしてもバッチリ進みます。脂身の甘さ、肉の旨味が一かけらで口いっぱいに広がり、相性抜群でした。油そばは東京吉祥寺の人気店ブブカで修行した一杯。シンプルな具にデフォでマヨネーズが添えられています。外側に弾力、中はもっちりでチュルンとすすれる極太麺。お酢とラー油が効いたさっぱりながらコクのあるタレが美味しいです。おすすめのマヨネーズをかけるとややジャンクな味わいで、こちらも最高。二度楽しめました。どちらも個性のある煮干しラーメンと油そばをお腹いっぱいお手頃価格でいただけます。ぜひお試しください。